みんなの祭りブレイコー、はい、石巻編2012まもなく始まります。まもなく始まります。ようけいろんなことやりました、はい、こちらがガモンダソーさん、はい、どうも矢野清美さんも、ね、まあ、いろんなブースがありまして、これすごい、もう出演者もあの、全員遊んで帰りたいと思います。はい、祭りですから、もう一番最初に出演者が来て、うん、一番最初にいろんなことをこう回って、そうそうそう、ハンドケアやってもって水餃子食べてね、素晴らしい、水餃子がまたすごいですね、うん、京都から来ましたんで、はい、素晴らしいですね、はいはい、そしてあの100円でねワンコインもありますし、今日はね、それからあの、たこ焼きとかたい焼きとかポップコーンも、はい、そうですね、それ仙台のおいといプロジェクトさんがいろんなものを持ってます、あと東京からおもちゃもいっぱい来てます、全部100円、はいね、はい、子供たちには全部提供します、はいはい、ほんでなんて言ったってこれがすごいのがですね、まあ、ノーバディーノーズが来ております、はいはい、中村あたるさんが来ております、そうです、はい、そしてカモンさん、うん、それからあの中村浩一さん、中村浩一さんもね、すみません、はい、それから泉谷さんも、ね、泉谷さんが最後ブワッと歌いますからね、歌いますからね、でこれを藤川さんが撮ってくれますから、はいはい、どんどんあの皆さん残しておいてください。あとは、子供たちの心の、ね、うん、心の音、はい、5月から始まって石巻の子供たち、うん、仙台、それから陸前高田、うん、みんな子供たちの心の音がありますからね、はい、書があります、はいはい、じゃあ紹介しますから、はい、これから一日ゆっくり楽しんで、楽しみください、はい、さあ、みんなの祭りブレイコーということで、石巻編2012、今年もスタートでございます。この時間から夕方、ここから6時ぐらいまでずっとノンストップで行こうと。皆さんもご存知だと思いますが、素敵なゲストがたくさんいらっしゃるんですよね。トリを務めてくれるのは泉谷茂さんです。そして加門達夫さん、中村浩一さん、中村あたるさん、そして先ほど登場したリハーサルもしてくれましたノーバリーノーズは午後2時ぐらいからのスタート、ライブを披露してくれます。さあ、それではですね、早速なんですが、素敵な歌声を届けていただきましょう。オープニングアクト、大きな拍手で迎えてください。あの皆さん、イングリオングリってご存知ですよね。知ってます、知ってますよね。1985年にデビューされたあのイングリモングリのボーカル、この方でございます。大きな拍手で長島博之さんです、どうぞ。石巻編始まります。トップバッターを務めます、長島です。元気出せよ、どっちんと行くよ、くよすなよすな、ボーツリーまるでこの世の終わりみたいな、しらけたため息じゃ神様も見放すぜ、アップエンダーに事件出ないでさえ、おうち同じ気持ちになれないけど、誰だって同じような痛みを抱えてるさ、世界中の悲しみ背負い込んだ顔するより、天気予報じゃ明日は晴れるそうだし、元気出せよ、欲しくないね、そんな顔に合わない、いつものようにほら少し意地を張って、君は平気さ、僕がいるから、どっちんちょいなんとかなるさ、さぼうじ誰より高く飛び立ったら、誰よりも低く叶うんだ、当たり前のことだろう、アップエンダウン向かないでしまい、当時使い古した言葉だけど、夜が明けその前が
しようもない夜は息を吸ってまた吐いて、とりあえずそれだけで最悪生きてる元気出せよ、楽しくないで、そんな雑魚まだない、涙はほらいつか枯れる、全て出し尽くせば僕はいつでもここにいるかも。
傷つき打ちのめされても這い上がる力が欲しい。人は皆弱虫を背負って生きている。苦い涙をかじっても微笑む優しさが欲しい。美しさより Hold your last chance。 一粒の汗の方がいい。二度と走れぬ坂道を登るから。もう現れ
争うことはない、父よ母よ、我らが兄弟よ、私の力はみんなの力、分かち「さらば悪魔よ、もう恐れることはない」「友よ仲間よ、愛しき人々よ、君の」望まない海山里の恵み、
みんなの祭りブレイコー一番最初にあの名古屋で泉谷さんと、初めて、そしてカモンさんみんなでですね、これはみんながみんなノーギャラでやっております。でもこう見えて、あれ出せよ少しは、こう見えて出せよ、実はこれあの石巻だからノーギャラとかじゃないんですよ。名古屋でもよ、ね、名古屋だろうが、あの秋葉原でいろいろお手伝いに行こうが何しようが、みんなノーギャラなんですよ。もうないよ。でももうないよって言ってますけど、このノーギャラでやるのはなんで泉谷さんだけがこうなんかできるかなと思うと、ドラマでなんかアルバイトしてんだよね。あれアルバイトですよね。いいじゃん、俺のことはどうでもそんなことやって。それででもいいのはさ、待ってんだから。だけどちょっと待って、カモンさんはさ、鼻から牛乳でさ、ボケちゃったからね。当たっちゃってもうどん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 。どうでもいいだろ。大変なのは私たちはノーバディノーズですよ。なんで知らないよ。結構大変ですからね。生活保護受ければいいね。そうなんですよ。ゆっくり話し合いますよ。そしたら、またまたこうやって、はい、石巻に行くことができました。はい、2回目です。今日は。師匠、もう出てきちゃった。あ、そうか。師匠です。師匠、そしたら、お呼びしましょう。石巻師匠、神谷さん。長いから、暑いですね。暑い。はい、ねえ。じゃあ、ご挨拶。どうぞ。お願いします。短くやれよ。はい。みんなの祭り、プレイコー。石巻編2012と。いうことで今日は本当に、大勢の皆さんに参加していただきましてありがとうございます。これはこのイベント名古屋の多くの市民の方々のが石巻を復興支援、東京もです、京都もですね、全国からこのイベントに来ていただいております。本当に復興支援にこれだけ、皆さんにご尽力いただいております。本当にありがとうございます。で今言いましたように去年10月10日に、運動公園でやったんです。でその会議に約束してくれました。そしてこの約束を守っていただきました。ありがとうございます。出ないっていや、今日はですね、泉谷茂さん、それから、カモン達夫さん、それから、矢野清美さん、その他大勢来ていただいてます。ものすごい超忙しい中を石巻に来ていただいております。ありがとうございます。今日暇だから。いや本当にこういうふうなですね、私たちに元気を与えていただいておりますので、石巻しっかり復興していきます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。でも市長、今はどんな感じなんですか、この石巻の皆さんは。はい、まだ深い傷跡が残ってますので、本格的な復興はこれからです。来たよ、イシピョンのイシピーが。イシピーが女の子です。そしてイシピョンでーす。この子もイシピョンかな。顔です。さあ、どんな人になりますでしょうか。そうね。おそらくこういうのは絵でなんか流れてないと何の価値もないね。うん、そのね、下で見てるだけですからね。そうですね。一体何したいんだか。約束って書いてますかこれ。ね、まあもうだから約束してねっつってんの。そうですね。そう思った。まあなんかこのやっぱりね、はい、おかつのこのスレートの黒がね、うんうん、スレートっていうか牧場なんだけど、はいはいはい、黒がね。やっぱこう日本ここだけなんですよもうね、うん、あそれだから東京駅の石垣で発注されて流されたやつが6年ぐらい前出てきたんでしょ。出てきたわけですよ。ほうほうほう。これがねもうどう瓦礫の中から出てきたんですか。そうですよ。もう諦めた。だから東京駅の屋根になるのに諦めたわけ、はいはいはい、もうダメだこれやと、うん、でも注文がもうできないって悩むんですよお父さんが、はいはいはい、ドキュメンタリーも悩むんですよ、はいはい。でこう探してる時にこう山積みされた発注したそのスレートがね出てきた。ちょっとだからだいぶ流されて離れたとこから、ね、出てきたわけ。はあ、それをまあだから3分の2残ったんですね。1万何万円か残った。あじゃあ流されたのもいくらかっていうか欠けたのね。欠けちゃったのが、はいはいはい、でもほとんど大丈夫で、はい、それをおかつの人たちは1枚1枚こう綺麗にして取ってこの
送るわけですよ。それが東京駅になるわけですよ。その時ですよ、はい、こう送り出す時にその親父さんが、はい、こうその一枚一枚のスレートに息子よって言うんですよ。ああ息子、息子、息子よ働いてこいっていう。はいはいはい。まあ、泣けるんですよ。でこれがねグッときたね。やっぱりそれまで我らがこう NHK で演じてたことが全部持っていかれちゃいました。はい、俺たちは前座だみたいなさ、そのぐらい感動しましたけど。さあみんなの祭りとかけてきておりますぞ。みんなの祭り、来た。ねえ、鬼のようですねこの女。こうなってくる。もはや。もう何かこう乗り移ったように。乗り移った。なんか乗り移ってんだよね。今尖閣諸島まで行きましたけど。書いてない書いてない。あ、できました。できましたね。はい、皆さんに見せてください。はーい、はーい、よーし、開けてください。はい、どうでしょうか。ね、開けました。開けました。はい、リアイスだ。はい、どうも、ね、頑張ってきました。その約束守ってるうちにはこれだけ外してくれよ。ちょっとさ、ちょっと俺がカモン君、君がセッティングしてるんだから。だけど約束守ったのは、うん、いいことなんだよっていうのをちゃんと植え付けとかないと、ね、約束守ったの泉谷しげる。はい、そしたら東松島市の矢本第二中学校のブラスバンドの皆さんと、はい、石巻市立の門脇中学校の皆さんが合同で60名でブラスバンド演奏してくれます。はい、どうぞセッティングしてください。セッティングですか。でもあれですよね、還暦迎えた後からものすごい元気になっちゃって、すごいですよね。それまで元気じゃないみたいな言い方しないんだけど、あの確かに若い時はずっと元気だったけど、でも今またさらになんかすごい、大丈夫？いやいやいや、実はすでに俺死んでるんじゃないか。実はすでにこれ亡霊じゃないか。亡霊だろ。亡霊、うるさいわがまま亡霊ですよ。俺ね、いや結構ね、あのすごい復活しますよね。いやいや、そういうつもりは全然ない。あ、こっちまで来ちゃったよ。さすがに。真似したいと思います。どうぞ。
心を
いろんな大阪とかでやったり四国とかでやったりするのも、あの例えば四国でやるとなかなか東北に来れないけども、ね、遠いから、でもなんか復興を願う気持ちをそこで演奏するとか、なんかみんな楽譜、もう楽譜には一つの楽器の音符しかないけど、それが合わさったらこんだけ力強いものになるんですね。それがまたこの被災地のいろんな体験をしたみんながそれを音にするということで、すごい説得力を増したなと思っております。ここについてる無敵バッジっていうのがあるんですけど、この無敵というのをですね、あの書きまして、はい、何十個か、はい、それを名古屋のみんなが買って、いろんな人たちが買ってこの太鼓を、そのお金で太鼓は買えまして、さらにはなんと俺の名前は絶対書くのよって言ったんですけども、書いてある、はい、実はあの泉谷茂さんが、これ大沢直樹さんたちと漫画家の皆さんでチャリティーオークションされたお金で、この他の4台の太鼓を合計8台ですが買わせていただきました。ちょうどあの1年前になります。作ってくれたのは秋田の太鼓屋さんで、はいはい、秋田の太鼓屋さんもあの震災で大変だって、これがね作れてよかった、そしてこれを全部取り仕切ってくれたのはあの雄勝の硯協会の沢村理事長が、そしてあの雄勝中学校の皆さんやあの市長もみんなで、はい、間に入ってもらって、この太鼓が、ね、叩いてもらえることになりました。よかったよかった。雄勝中学校の皆さん、どうも太鼓をお願いします
でしょうか。すごいよ。行きます。名古屋からやってまいりましたノーバディーノーズの皆さんです。来てくれました。石巻の皆さんにそれではご紹介したいと思います。中村タルさん。いやしかし紹介されるまでに長かったですね。細かいことは歌ってからでもいいんじゃないかなと思ったんですけれども、今日は呼んでいただいたので、おとなしくしておりました。皆さん、改めまして
中村中と書きまして、上から読んでも下から読んでも中村当たるです。短い時間ではございますけれども、皆さんに精一杯歌をお届けしようと思います。どうぞよろしくお願いします。めぐって僕らは
はどこかでまた出会うことがあるのかな。君のためああ一つでもああできることが欲しかったな。冷めないでああ冷めないでああ小さな僕の冷熱。冷めないでああ冷めないでああ小さな
仲良くしてね。友達の歌聴いていただきました。今日は秋晴れで、天気が良くて良かったです。青空に似合う曲を歌います。よろしかったら手拍子でお付き合いください。楽しくないかもしれないから、よろしかったらお起立願いますか。ありがとう。帰る間際に君がくれた一枚のガムを、味がなくなっても家に着いても噛み続けた。使わない包み紙を広げながら、君が笑った意味を考えてた。苛立っているのを誰より早く気づいて、そんな君の優しさに本当は気づいて、
まずいた傷が今朝になって痛み出す。唾をつけてみたらちょっぴりしみて涙が出た。いつもなら飲み込んでしまってた言葉だけど口に出してみたら温かくて少し泣けた。泣きたい時には無理に笑っちゃダメだよ。そんな君の優しさに本当は気づいていたのに強がってた。昨日にごめん。明日は必ず来るから、きっと見上げた空はずっと君を見ている。きっと見上げた空はベリーベリーブルー、ベリーベリーブルー。みんなの手拍子もらおうかな、うんうん、どうぞ今立ち止まってくれた方も前の方で聞いていってください。ワンツーワン。静かな街は黙ったままで私を見送ります。後ろ姿のあなたを残し
ひとつ持っていなくてもあなたとの毎日がそれだけで生きる意味だった。静かな街は当たるちゃんよ。今日はあのすぐ帰らないだろ。まだな。吉田も送って帰ろうよ。なんでお前叫ぶんだよ。いやなんか、おみんなの祭りブレイクを初めてということで。はい。どうですか、リスナーさん。どうですか、ね、どうですか、ね、どうですか。いや私はもう歌を歌いにだけ来たので。なんだこの野郎。どうね。ダメですよ、そういうのダメなんです。そういうのダメなんです。みんなの祭りブレイコーは、はい、ブレイコー何でもいいからブレイコーで行こうっていうのでブレイコーで思ったこと言っても。またこういう歌う場所といいますか、ステージを、もらえたことが、すごくありがたいです。どうもありがとうございます。短い時間ですけど、お付き合いください。Oh,
さない俺がいる。君を守りたい俺がいる。俺は死なないよ。
突然の悲しみに動かなくても休んだって休んだって歩いていこう。そこから君を助けてみせる。僕には君が必要だから、助けてみせる。僕には君が必要だから。うお、一緒に生きよう。だけではなくて、まあ、何千枚という、書が、あります。子供たちが書いた書がありまして、ね、とても小学生とは思えない、インパクトのある、強い言葉が、たくさん書かれています。もうすごく刺激を、受けまして、でその子供たちの書いた言葉をこういろんな言葉を紡いでいった、こう、繋いでいった、歌が、あります。では、忘れないという、曲を聴いてください。
てよかった、一人じゃないから、あの時を忘れない、心は一つ、同じ空の下で、ああ帰り道の心に冷たい風が吹いても、そばにいるからね、君の隣にいつもいるから、あの木のように随分、昔の曲ですけども、上を向いて歩こうという、曲をやります。
しの夜そばにいるから終われないぜ俺は終われないぜ俺は君の涙はもう見たくはないからやれることをやって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 やるさあ頑張ろうぜまた頑張ろうぜ今が一番最高と言えるよじゃあ、最後の曲になりますけども、これは3年、2年半ですか前にいろいろいろんな方に皆さんにも、
いろんなこう心配やご迷惑をおかけしまして、まあ、そういうことに対することだけではないですけども、皆さんにその助けられた、皆さんに感謝の気持ちを込めてありがとうという曲をやります。
く行こうよ。あのでもカモンさんこれから出てきてるんですけど、うん、カモンさんはもうラジオ石巻だったりそれからイオンだったり、うん、いろんなところであのずっとなんかあのさ実はさ俺とかお前が目立ってるかのように見えるけど、うん、本当このセッティングしてるのカモンカモンさんが一生懸命やってるんです。みんなね、本当カモン達夫をね立てなきゃいけないのにみんな踏んづけてるわけよ。踏んづけてないから立ててる立ててるか立ててる。俺たちはさっきから足引っ張ってるような気がしてしょうがないんだけどね。でもカモンさんはどこの地区行ってもずーっとみんなの祭りブレイクオンのこうやってチラシ持ってこうやってテレビ出してます。チラシ持ってやってるんですよ、はい、3日前名古屋のこうやって出してました。あのカモンがあんなことやってんだ、はい、だからカモン達夫がやるからみんな信じないわけよ、ね、だから本当なのかな本当なのかなみたいな、うん、ね、ほとんどだってテレビで歌うのは花から急に花から急に花から急にのやつが、ね、みんなの祭りやるったって誰が信じるお前。テレビで希望の街とか桜咲くとやんないんで。いやな、いやな説得力こんなに説得力のないやつがやってんだよ。そうですよね、やっぱだからかっこいいんだよね。かもね。泉谷さんは説得力あるんですかね。俺はだから俺は脅しだっつってんの、ね、脅迫だからさ、ね、やれってやらせりゃいいんだよ。でも客の都合なんて考えてねえよ俺なんか。でも本当にあのだんだん最後あのガーってやった後ねえあのみんなの世話にならないようにしてくださいね。そういうことでさっさと呼ぼうか。そのじゃ あの本当の大黒柱カモン達夫。石巻は、震災後去年の6月に、まず避難所3カ所伺いました。あれどこやったかな、石巻高校と住吉中学と、もう一個どっか行きましたね。11時と1時と、3時と3カ所ね、ちゃんとスピーカー持って行ったんですけど、6月とはいえね、まあ、震災直後も3ヶ月経ってて平日の昼間もう蒸し暑い体育館でしたな。お昼間ですから働きに行ける人はみんな働きに行っていません。学校行ける子供たちもいません。避難所にいるのはお年寄りばかりでした。あの時ほど鼻から牛乳が滑った現場はありませんでした。しかしそんな時でも、まあ、お年寄りにも分かってもらえる割とこう中高年の方ターゲットの歌というのをちょっと実は作ってまして、この曲だけは唯一受けたぞというやつをね、今日も割かし年齢層、そんな感じもありまして、この後泉谷さんの激しいステージもありますけれども持ちこたえられますでしょうか。全世代的型、笑える歌聞いてもらいましょう。笑う角には福来たる、笑う角には福来たる、笑う角には福来たる。うちの父の夢はヴィンテージもののワインを飲みながら若い女と暮らすことだが、現実は若いワインを飲みながらヴィンテージものの母と暮らしてる。笑う角には福来たる、コンビニの店員が手を振るので一応こっちも振り返したら窓拭いとった。笑う角には福来たる、俺は塾の先生、中3の男の子が塾に来てるのにちっとも勉強しないのでゴーニアして行ってやった。君何のために塾に来てんの。念のため。笑う角には福来たる、病院に健康診断に行ってカップに尿を取り窓口へ持って行く。隣の人と目が合って、あ、どうも乾杯。笑う角には福来たる、風呂場の蛇口の切り替えのところにカランと書いてある。カランとはなんだ、カランとはなんだ、わからないからマジックでカランの前にわーと書いてわからんにしてやった。笑う角には福来たる、もしパパとママが離婚したらどっ
家についていくと幼稚園の娘に聞いてみたら、経済力のある方と即答された。私はこの子についていこうと決めた。笑う頃には服着たる。自分の顔を鏡に映して増え続けるシワやシミを見ながら、最近鏡を見るたびに悲しくなるわと言ったら、夫が、お前は鏡を見た時だけやからええよ、俺はそれをいつも見てんねん。笑うかのには服着たる。65歳の同期の男ばかり7人で温泉旅行に行った。帰りの朝、ツアーバスが来るまでロビーで休憩中、突然 A 君がみんなに聞いた。君らみんなお墓はどうすんの？まあ俺はまあ墓なんかないけど、死んだら息子が何とかしてくれやろ。俺は墓なんかいらん、散骨でいいなどと話していたら、ホテルの人が来て、ただいまお迎えが参りました。笑う角には服着たる。笑う角には服着たる。津波の水が引くと我が家はたくさんのものが使えなくなってました。壊れた壁を塞ぐためにベニヤ板が張られた家は暗く見えて水も染み込んできました。そこでお母さんとお父さんと3人でベニヤ板にリスを描きました。茶色いリスに黄色いリボン、一面のクローバーの野原、空を水色に塗ると家がパッと明るくなりました。仕上げにリスの横に大きく頑張りすと書きました。これからもっと大変なことがあっても前を向いて一生懸命勉強したり、みんなと仲良くしたり、友達に優しくしたり、笑顔を忘れないように乗り越えていこうと思います。頑張りすと一緒に、頑張りす私、頑張りす何があっても、頑張りす、くじけそうになっても頑張りす、今日まで頑張れたから、頑張りすと一緒に、頑張りす。いやさあ、陽気歌っていただきましたが、はい、ここから今度は司会をしていただきたい。司会もします。何でお知らせやもん。もう私たちは司会をしたり、歌を歌ったり、そして後ろに行って、ね、裏方をしたり、お弁当を配ったり、すべて自分たちでやるのがこれみんなの祭りブレーコーです、はい、ですから皆さんも今日はそちらに座っていますが、もしかして来年こっちにいてもいいわけです。
こっから暑いことになるよ、またそう多分あの温めていただけると思うんでね、ここからですねやっていただきたいと思いますけれども、はい、ねあの東京からわざわざこうやって黒い人たちも来るわけです、うんね、黒くて大きい人たちそしてねこの後はやってまいりますけどやってまいりましたわーわー言いながら、はい、すごく楽しんでいらっしゃった泉谷茂さん
びたてにょぼ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 、なびたてにょぼ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 、なびたてにょぼ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 、なびたてにょぼにょぼ、輝くにょぼ、空飛ぶにょぼ、かわゆいにょぼ、飛んでるにょぼ、にょ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 ぼ、やるんだよ、それだからよ、お前らそろそろ参加の時だって、お前愛もしねえ手拍子やってる場合か、誰が手拍子頼んだ、これどうせ愛もしねえくせにババアなんかこうかすってるやつやろ、余計な手拍子してんじゃねえのかな、何かそうこうたらが飛べたら飛べってこう言うんだよ、ワン、ツー、そこから飛べ、はい、飛べ、ダメだろ、やっぱりただはダメだ、だから飛べっつってんだから飛べよ、立ち上がる飛べっつってんだよ、だからボケが、ほら、あなたずっと座ってんじゃねえ、そこ寒いんだから、ワン、ツー、そこから、お前ら日頃ジャンプ舐めてんじゃねえぞ、ほら、いいか、地震が来た時に必要なのはジャンプだ、飛んでる間は揺れを感じない、わざわ、お前たち日頃ジャンプ舐めてるからセコンなんだ、いくぞ、ワン、ツー、そこから飛べ、はい、飛べ、ほら、死の負け、もうやめたもん、これでおしまい、今日は、最後の頃にもっと体もんでいこう、ザッと、わーっと、もう、そこから飛べ、はい、はい、飛べ、はい、飛べ、そこから飛べ、はい、はい、飛べ、はい、飛べ、部長、それそれ、これは覚えとくように、これは後でこれは効果的に生きてくるんだから、今はこうやってあのちょっと温めておいて、まあいつまでも立ってるってわけにいかないので、まあ、もうちょっと歌を歌って、次の歌はお前たちが手拍子ができないようなノリで、さらにあと子供にちょっと聞かせられないんで、子供は帰るように、私の曲はいくつかそういう曲があるので、ちょっと集中させてほしい、お前たちが、まあ、参加がしにくい曲をいくつかここにやってみたいと思いますが、あえて今日は特にお客がいるとやりづらい曲なので、まあできればあれだな、まあ黒いカバンという曲なんだけど、ちょっとやっているんだけど、まあだからそういう乗られるとかえって困るんだな、非常にこう難しいんで集中力が必要なので、本当後ろ向いてるなりトイレ行くなりなんか最後の買い物するなりなんかしてていただかないと、成功率の低い曲、今まで成功した例がほとんどない曲、この一生の思いっきり成功するように集中させて、だから手拍子すんなっつってんだろうから、もう余計なことしてんだけど、集中、おっとす、カバンをぶら下げて歩いているとおまわりさんに呼び止められた、おいちょっと彼は言うのだった、おいちょっとという挨拶を
ですね、人会ってまして初対面だろ、お互いに名乗るのが最低の礼儀だろうというと、おまわりや何で少なかったり言うので礼儀知らずと言うと何と思ったらおまわりなんない子は礼儀知らずだこれ。もうキムチ食ってやんねえぞ、ね、まあ、それまで私をあっちへ派遣するのはまずいと思うが、皆さんはなんとか向こうの人と仲良くするように努力しましょう。よろしくお願いします。さあ続いて、続いての曲はさらに難しいぞ。もう楽器弾くのも面倒くさいという感じで、続いてこそ本当にいい感じに子供連れが帰れ帰ろお前ら、何だと思ってんだ。続いての曲は病気の歌だ。病気の歌っつったって難しいんだこれ。お父さんとお母さんがね、あるいはもうそのちょっと悪さをして、まあ梅毒になったんですよ。子供にちょっと聞かせられないよね。なお前たちはお前こういうところでやってるからって女子供向きの歌を俺が作ってると思ったら面白いよお前は。そうだよな、ね、まあそういうわけであえて今日はエヴァンガキ市役所の前だし二度とこいつ呼びたくねえなと思わないから、ね、やっぱ行政来たからには少しひどい目に合わせないから、ね、面白くないので、ほらそういうわけで大野ということをやるのこれ一人でやってると何なので、ちょっとかなり外れた。ババア買いなさい100円ババア取ってもらえ幼稚園何言ってんだよ、そんな人の事情なんか知るか。さあ、どうどう、ああ子供が買えねえな、畜生はこれちょっと聞かせらねえな。まあいいや、一応参加させよう一応大人の時に気をつけるように、特に検査よろしくお願いします。いろんな意味でね。で、脳に来た。脳に来た、脳に来た、脳まで出たよ。脳、脳、ここやってもらうからな。せーの。脳に来た、脳に来た、脳まで出たよ。脳、脳、脳、適当にやれ、適当にな。ピタッと北朝鮮じゃねえんだから。ピタッとやるな、ピタッと。仕方なく、しょうがなくやる、しょうがなく、ワン、ツー、スリー、はい、ノーに来た、ノーに来た、ノーまで出たよ、オンノー、オンノー、オンノー、ちゃんとやってんの、まずいな、この純粋性がちょっと嫌かな、もうちょっとひねくれていただきたい、さあ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。世界は中途半端に解放されて、男と女の欲望が盛り上がる一方、扱うの目の快感は巷に転がり、捨て子は日増しに増え続け、同時に病気も増えてきた。はい、脳に来た、脳に来た、脳まで出たよ、脳、脳、脳。はい、可愛い子ちゃんはすぐに手に入らぬな、女でありゃこの災難でもと、ブレブレ女に手を出して週刊誌の教えの通り攻めまくる、しかし俺は病気になったらしい。はい、脳に来た、脳に来た、脳まで出たよ、おんのおんのおんのチャイムの手にそれ帰れっつうのかこれ、このチャイムは何だよこれ、それでなくたって恥ずかしい歌歌ってんのこの現実に戻されたって言うんだよ5時ね、なんか4時ですよどうしたらいいかねこれ、これが結構長いんだよね、意外と意外と虚しくこう決めるやっぱ市役所の前でやるもんじゃないね。ねえ。
夕焼け小焼け赤とんぼ壊れて俺日本人なのかな終わるもの待つね寒いなぁいつも鳴らしてたもんねはい、チューズリーのワン、チューズリーかゆいあとうるせぇなお前大体わかる、こんな大体でも聞いちゃいねえよチューズリー、ワン、チューズリーかゆいのなんのって、そりゃもうまさか移されるとは思わなかったそのまさかが命取り初めは変に痛いだけだんだん赤く腫れ上がりたがれてはげてそげしまいとうとうに運命が咲こうワン、ツー、スリーはい脳に来た脳に来た脳まで出たよオンノーオンノーオンノーはい、アメリカが売国になった人を何年もアルコールに閉じ込めて薬当てで注射もせずほったらかしてそうなればどうなるかという実験をして結果は君にも察しがつくだろうはい脳に来た脳に来た脳まで出たよオンノーオンノーオンノー笑えば笑いよ梅毒患者病気もらったその日から恋もへったくれもありゃしねえうつうつ抜かして移されてうつしたあいつが悪いのか立たない私がバカなのか頭の中は梅梅梅梅梅祭りはい脳に来た脳に来た脳まで出たよオンノーオンノーオンノーはいバカにし受ける薬なし今も昔も変わりなし好きなことして脳にくりゃ文句は言えず口は言うパッと咲きます梅の花はい脳に来た脳に来た脳まで出たよオンノーオンノーおんのもいちょはい、のーにきた、のーにきた、のーまで出たよ、おんの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 、わたしのわたしの彼は、パンパン、左巻き。見た目に帰れよ本当に帰れよとにかく耳を塞いでおくように親子も気遣いよ、はい、またおいえおいえおいえ瞬間衝動
Yeah!
来いよ。もうね、今日はな、
朝出たってどっか行ったのよ。うるさい。今コメントを言おうとしてる最中。師匠は最後の挨拶をしながらジャンプの用意してください。ね、石の巻どうですか。ジャンプしましょう。ありがとう。はい、ありがとうございました。どうも本当に皆さん、矢野さん、そして。いきなり振られたんでコメント用意してる。楽しいな、くしょ。いや、ありがとうございました。名古屋から、そして全国から、東京、京都から来ていただきました。お、頑張ります。おしまい。うるさい。うるさい。うるさい。さあ、恒例の、ここでいよいよ来年の打ち合わせをしたいと思います。来年いつにするかという問題なんですが、来年の10月の、祭日、あとで考えようか。あとで考えよう。今ちょっと演奏中だったから。今頃ね。今頃できた。え？最後にね。体育の日。来年体育の日。体育の日。じゃあやる？来年。来年やるか。ちょっと来年もできるな。それが難しい問題だ。難しいよな。どうだ。お母さんだって来年死んでるかもしれない。大丈夫か。合ってるぞ。合ってるからな。まあ別に3人来てくれればやるか。な、まあ別に全員来なくてもね。Thank you.
石巻にもね、素敵な桜が咲きますようにという気持ちを込めていきますか。はい、来ましたね。桜咲くということです。君のキャラには似合わない曲だね。はい、どうもありがとうございました。それじゃあ最後に聴いてちょうだい。よかったら歌ってください。桜咲く、冬の道、冷たい風に凍えながら、夜明けは近いと信じて進む。きっと探そう君の花、諦めず歩まず腐らず、目指す方向を定めて、確かめながら一歩ずつ光に向かって、春には桜咲く、春には桜咲く、必ず桜咲く、必ず桜咲く、その手で掴むのさ、その手で掴むのさ、明るい未来さ、つぼみが少しずつ膨らんで、小鳥はさえずり心高鳴る、今こそ咲くとき叶う夢、小さな花が現
咲き誇れ、つながるみんなの笑顔輝くこの木の下で歌おう。ありきです、ね、いや、そしてタモンさんがいっぱいで奇跡をミラクルを起こしました。天気も良くてよかった、うまいこと言ったね。みんながあったかかったね。素晴らしい。いやこれほど終わった後のこの気持ちがいいイベントもなかなか珍しいよね。本当にでもやっぱりみんながなんか一つになるというのは、つながっていくのはあったかいですね、うんうん、なんかありますな、この石巻と言いましたか。そしてあのアーティストのみんなもすごく喜びました、うん、本当にやらせてもらってありがとうございます。また来年もやらせてもらいます。あの泉谷さんが約束しちゃったんで、ね、泉谷さんが言い出しってるんでお願いします。また来させてください、はい。